帰ってきました。ただいま。帰ってきたよ。ちょっと部屋汚いんで、これ、ゆりこちゃんとこの2人の先生が呼ばれた。お掃除簡単に。で今日は、え、嘘、お帰りなさい、お疲れ様でした。あー、みーちゃん、ファンタスティックありがとうございます。アイスありがとうございます。でかい。アイス、あ、ポンちゃんありがとう、ありがとうね。ただいま。チレちゃん初コメありがとう。あの、さっきお買い物しててちょっとみんなにお披露目するね。私もか。なら毒を盛られたのはこの部屋に入る前よね。今日はお買い物してました。もういい、早く救急車を。あら、よろ。毒の治療で重要かつ困難なことは毒を特定すること、うん、まずゼロワンの運動靴、これね、これセールで3500円で買ってた。もともと4700円が2300円で買えたから、あのすぐさ、あの汚れちゃうじゃん。汚れちゃったりしたらさ、捨てることになっちゃうから、だったらなんか2,3000円とかで、あの買って汚れたら捨ててを繰り返しちゃった方が衛生的にいいじゃん。もう、え、真っ暗？真っ暗ですか？でちょっと、あ、大丈夫。ヴィトンの靴が本当に臭くってさ、ちょっと靴を洗うまで新しい靴履いてもらおうかなって。今ある靴全部洗って、そう、試着してみてよかったから。であとこれゼロワンが買ってくれたゲスのバケハ、こういうやつ。なんかちょっと今ポニーテしてるからあれだけど、白のバケハ欲しかったから。これどう？白のバケハ、これかわいい、かわいい、やったー、似合ってた。これゼロワンも似合うんじゃない？どっちも帽子ってさ関係ないもんね。そんなことを迷わずできるはずはないのだ。ごめん、これは万能ですらない。じゃあちょっと待って。彼女は頭を救うという美しい夢に取り憑かれてしまった。その結果、大量の顔を吐き出して終わるだけだというのに、ギャンブルの時代めちゃくちゃ勝った。あとお揃いで買ってくれました。ナイキの、あ、ニューバランス、これお揃いです。どうですか、お揃い、お揃いニューバランス、ね、これめちゃくちゃ嬉しかった。何が絶対中立だ。本当はやめとくのに。あと、ゼロワンがこれマジ可愛いなと思うんだけど、あのシャカシャカ、あ、メルちゃんありがとう。ハート花火、昨日の海とラーメン食べそうだったから今日吉原館街行ってゼロ目が食べたラーメンも食べてきた。あ、本当？あの海の家の吉原、あの海の家いっぱいあったけど同じとこかな。美味しかったかな、ありがとう。これほらシャカシャカ、あの
はい、ランニング用のこれ。手札を見せて。うん、これ結構いけてない？そりゃイカ様だよ。ゼロワンのランニングウェア。すみません。ズボンとランニング。これおしゃれだよね。それでいいわ、スジ。全員にカードを見せて。ランニングするらしいよ。今なんで？これ形から入った方がやる気出るじゃん。早くしてちょっ。いやするらしいランニング。あの多分熱海とかでするんじゃない？おしゃれ。自分が毒を受けるリスクなく。こんなもんだね。違う。夢子が言った。そう、半ズボンこれ。よく聞けって。これ1000円ぐらいで。ならば僕は夢子に準じる。サオトメを信じる。1000円ぐらいで、これは無印で。それが僕の。無印で。あとなんか。これは。あ、なんか前似合うじゃん。これでもゼロワンが買ったんだけど、みんなに見せて。こんなに思い通りにいっていいのかしら。いかついて、いかつくてかっこいいって。よかったね。でもあの変じゃないじゃん。これいいじゃん。これ買ってよかったね。これいいね。これは正解。指先。始まりは幼子二人のあの。ちょっと洋服いっぱい買ったんだけど、似合ってた？あの着ない T シャツがさ。めちゃくちゃあるから、もうそれを機に処分しちゃおう。もうすっきり。前は似合ってた。いやいや、洋服って売れないよね。どちらに女神は微笑むのかな。靴。君はどう思う？私にはギャンブルは分かるかな。で、ちょっとこれが本当に臭くて。自ら手札を公開。これどうしたらいいの？本当に。ゼロを持たない品質。本当に。臭いんだけど、せっかくのビトン、これ、3320。私たち2人ともゼロがある。多少数字が大きいけれど、まず勝てる。こっちはまだ臭くないけど、これもう捨てた方がいいんじゃないかレベルでやばいんだよね。で、これ履いてからあのもう家歩くたびに本当に臭いんだけど、洗ってその菌はさ。いなくなるの本当に。それレベルでちょっと足がレベルでやばい。これちょっとこれお風呂場に入れて粉の純素を少し入れて置いとくと匂いが取れる。コインランドリーで洗えばいい。じゃあこれコインランドリー持ってくわ。じゃあコインランドリー持ってっていい？なんかその靴専用のコインランドリー持ってこっか。これいやこれガチやばいんだって。いや捨てれないよこんな17万の誠司さんがくれたプレゼント。靴の、うん、でこんなブランドの下手にさ眉が洗って変なことになっちゃうと怖いから、コインランドリーでちゃんとやろうかな。これハイブラだからね。これはそれもあなたと。その決定があれば、ゆめこさんはしっかり、あなたも命を懸ける必要はなくなる。
なんか新しい、また新しい T シャツらしきものが届きました。あ、皆さんナイスお願いします。ナイス。ありがとうございます。あの、まゆサンシャインの L バージョンくれた、ありがとうリスナーさん。 L バージョン、これ01用かな。ありがとう、気遣いが すいません、こんな気遣いまでしていただいてありがとうございます。あの、大事にね。優しいよね、本当。クリーニング屋にでも OK なの？クリーニング屋でもやってくれんの、靴って。これはナイキ。ナイキ。うん。これは？それキリスト。いらないわもう。じゃあ捨てちゃうよ。いいよねこれもう。まあ、だって履いてるとこ見たことないから、取っといても仕方ないよね。もうすっきりしちゃう。でこれはねえ、これいる？これいる？いらない。これ薬剤用にいる？これ極度用にいる？極度用か結婚用？これ結婚用？まあ靴はじゃあここすっきりした後ね、すっきりしました。あってもしょうない。こっちはないね。すっきりして、もう履かないやつはもう捨てちゃおう。この3回戦でもし僕か早乙女が負けたら、一つ失って
どこを摂取することになるかが血清が足りなくなる。鈴井、またか愚かしい、ただの自殺行為だ。お次は別キング、続いてからどうぞ。レッド、ゴーショー。レイン、あと10ナイスで300ナイスお願いします。じゃあ今から断捨離します。そうなの、だから T シャツとかもめちゃくちゃあるの。ここ全部 T シャツなんだよね。これ全部 T シャツ、ここもここも長袖とかじゃなくてこれ全部 T シャツなんだけど、ちょっとこれ必要そうだなっていうものは、電波ブツブツ大丈夫かな。そう、見たことないなっていう服はこれいる？これいる？こういうのはいるじゃん。あ、オフリスナー、あ、300ナイスありがとうございます。あのアニティと別々にしようかな。ちょっと見せてくるね。これいる？いる？で、これは？キモくない？これ。で、これは？これは？で、これは？これは？これは？もらいもんだけど。いらない？で、これは？いらない？で、これは？いらない？ポケモンいる？いらない？ね、これはいるの？いる？うん、これは？うん、これは？いる。それいらない。どれいらない？いや、これ結構処分。はい。これは？これは？あ、これいる？これは？これは？これのじゃあ下もいるの？下もなんかあるよね、セットの。でもボロボロやん。でこれは？これは？これは？全部いるか？ジェラピケだよ。もらいもんだから。これは？でこれは？あ、これいるか。それはヘロプロは。何これ？これ何？初めて見たんだけど、これ。いや、これずっと届いてたの、あんた。やべえ、電波悪いですか、これ。なんでコメント止まってるんだろう。あ、悪くない。単純に誰もコメントしてくれなかった。これ、あの、ゼロクル T シャツらしい。ゼロクル。見たことある？クルちゃんとゼロワンコラボ。これは？これは？これは？まとまりました。ダメ、どうしようもない。かなり処分できた。半分処分できた。畳もうか。このままじゃミオが。ここを？サウンドいいペース、なんか合ってる？合ってるかな。あ、てかアニティと分けよっか。アニティと普通の T シャツを分けよっか。これもアニティとみなしていいのかな。オッケー。
なんでこんな下手なの？ね、これ汚いゼロワン。もうシミになってんの捨てていいよね。なんか汚い。これ汚いわ。でもいらない。洗濯してもシミがついてるのなんていらないよね。本当にありがとう。なんか下手なんだよな。なんかどんどんあのペースが速くなってきた。こういうこういうこと、昔もっとなんか時間かかってた気がする。雰囲気ね。前のキピキビキビしてる。テキパキ。やっぱこういうのはバカズなんだね。バカズ。ブラック多いんだけど、あんまりブラックってでも履かなくない？あの人。いや、明日はですね、女子会します。りんちゃん、みーこちゃん、つなちゃん。で、つなちゃんの連絡待ち今。たまにはね、もう引っ越したらなかなか会えなくなるから。どう？リスナーさん。そう、すごいメンバー？だから楽そうじゃない、ね、みんなあのキャラが濃くてさ楽しいんじゃない？楽しいと思うよ。ないな、可愛いんだけど。これもちょっとどう？いる？可愛いけどさ汚れてんだよね。いる？がバンだけは気をつけてね。あのみんなの枠を交互にやるかな。だから、眉は最初にやっちゃおうかな。まあやんなくてもいいんだけど、みんな枠やりたいだろうし。これは事件の匂い。まあ、楽しいと思うよ。でツナちゃんも別にあのツナちゃんって離れてるとなんかすごい前のことディスったりするけど、会うといい優しいし、本当に悪い子じゃないよ。そうだったでしょ、実際に。洗濯物畳むのうまい。